画面のり付きが使いやすいです。こんにちは、さんこです。今日はもう簡単なの作っちゃいます。簡単なの作るとき、このキルト芯使うといいですよ。ちょっとね、ふんわりするんです。片面のり付きでアイロンでつけるんです。貼り方はね、一応正しくはこちら。こんな形のポーチで蓋のとこはラウンドさせて、でボタンつけます。今回はね、プラスナップボタンです。花柄が表布、中はストライプで華やかにと、キルト芯で、材料はこちらです。画面になかなか収まりません。サイズは 22cm×52cm です。表布にキルト芯を貼り付けます。キルト芯の糊面を上にして、表布を重ねてアイロンで貼り付けました。あとは分度器で丸くします。表布と同様に裏布も準備して、いよいよポーチを作っていきます。裏布と表布を中表に重ねます。蓋と反対側の短い辺、返し口を作って縫い代 1cm で縫い合わせます。縫えたら縫い目を切らないように角を切り落とします。縫い代はね、ここですよ。このね、縫い代ある部分がポーチの袋口になるんですよ。なので表に一度返して、表布が裏布より1ミリぐらい出るように形を整えておいてください。形を整えたら、もう一度中表に合わせます。ピシッとピシッと合わせてくださいね。返し口がある方を19センチ折り込みます。縫い合わせたところから19センチ折り込んでください。縫い合わせたところから19センチです。このまま縫ってもいいんですが、マチを作るので、マチを作るので、折ったところを中心に 2.5 センチずつ折り込みます。2.5 センチずつ折り込むと、合わせて5センチのマチができるんです。マチの長さ変えたいときは、ここの折り込み具合を調整してください。この 2.5 センチ折り込んだ間に裏布を差し込んでいきます。こうすることでね、裏布と表布、マチが一緒に出来上がっちゃいます。周囲を縫い代 1cm で縫っていきます。ラウンドしてるところがね、綺麗に縫えるようにちょっと印書いています。ダダダダダッと縫い代 1cm で縫っていってくださいね。ラウンドしてるところは慎重にゆっくり縫えば大丈夫です。縫えたら角ちょっと切っておいて、折り込んだ間のところちょっとね、カットしておきます。厚いのでね。と、縫い代のところのキルト芯もちょっとね、こんな風に上面のところを切っとく、削いでおく、そぎ切りにしておくと、表に返した時綺麗です。ラウンドしたところはちょっと切り込み入れておきます。このハサミよく切れます。マチを作った方、ちょっとね、返し口奥の方なんですけど、手を入れて表に返していきます。表に返したら形を整えてくださいね。で、返し口を縫い閉じます。あとはボタンつけていくんですが、今回私はプラスナップボタンをつけました。ボタンは普通のあのスナップボタンでも構いません。最近愛用してるのは、あのカジテックさんのミニハンドプレスです。蓋閉じた時に 1cm ぐらいね、余裕ある方がいいですね。厚みがあるんで。ボタンをつけて、できました。完成です。わー、すごい、あっという間にできちゃった。ちょっとなんかラウンドしたところが、なんかちょっと左右と相性じゃないんですけど、まあいっか、ラウンドさせるの苦手なんですよね。でも、マチとか綺麗にできてますよ。そこはね、こんな感じです。
まちは5センチになります。ちょっとね、この斜めになってますけど、割とたっぷり入ります。このハンドプレス入っちゃいますからね。うん、簡単なのにしっかりいい感じです。キルト芯でね、ふわふわです。ボタンもね、なんかちょっとデザインの一部になってる感じで可愛いです。縦とか横の長さ変えてアレンジして作ってみてください。この作り方知っておくと便利です。簡単なので皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。では別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。